この手紙を印旛のままで届けて。え、印旛のまま。この手紙だけかい。おいらも。坊やも。これなんて書いてあるんだ。わからない。だから読んでもらおうと思って来たんだよ。あんまさんか。お邪魔様は。え、いえ。あ、お姉ちゃん。え？この手紙読んで。手紙？あ、どうだろう。お隣のお方、誠に勝手なお願いでございますが、この子三吉を。おいらだよ。そう、お頼みします。印旛郡印旛沼の漁師七右衛門に。おじいちゃんだ。七右衛門にお届けくだされ、左吉。ちゃんなんだ。へえ。で、ちゃんはどこ行ったんだい。おしのさんとどっか行っちゃった。あ、そうか。へえ、じゃあ待ってから帰ってくんだろう。へえ。ちゃんは何してる人だい。くまんぼちの身内だよ。勝負あった。おめえの勝ち目はねえ。姉さんさえ返してくれりゃ何もおめえの命前とは言わねえ。そうはならねえ。戻ることができねえ地獄道だ。いいか、地獄極楽は運布天布、どっちにしてももろともだぜ。銀太、面倒だ、やっちまえ。
やろう。銀の字てめえけん。見てる前でこんなことをするな、ちっと酷じゃありませんかね。やろう。うわあ！俺の女！あいてやつ！ああ！死ぬぞなじゃ！うわあ！金属！金属！おいおい、助けてくれよ！死んじゃう。おい、キロコ、キロコ、はい、おい、腕、ああ、ああ、俺の腕、俺の腕が、あっちゃう、あっちゃう、あっちゃう、バカなっちゃう、お前さん、おしな。短い旅だったが、楽しかったぜ。佐吉さん、しっかりしてくれよ。旅の大方、隣へ泊まり合わせたもんでございます。勝手なお願い、勘弁しておくんなさい。じゃあ、しっかりしてくれよ。足の海の不始末から、せがれ三吉、このお品さんまで、とんだ迷惑をかけることになりまして。私はいいんだ。私の納得づくでやったことなんだから。お前さんとこうなったのも、私は何一つ後悔してやしませんよ。三吉のことを、三吉、じゃあしっかりしてくれよ。じゃあじゃん。お前さん。じゃん。じゃん。おじちゃん。おじちゃん行っちまうの？うん、女子供も残していくの？ちょっと白状じゃないか。どんなこと言ったっておめえ、ちゃんの手紙に書いてあったんだろ、インパのままで届けてくれって。約束だけは守ってくれなくちゃな。下立の助けというものも、私は女でした。下立の助け、名前だけは聞いたことありますよ。私は
博打の方で親分のうちに女中奉公に上がった百姓の娘でした。親分のおかみさんが亡くなった夜蹴られて殴られて無理やり親分の女にさせられてしまいました。毎日こんな暮らしが続くんだったらいっそ死んだ方がマシだそう思ってました。その時佐吉さんが親切にしてくれて、それで手を取って逃げたってわけだ。私が誘ったんです。佐吉さんの生まれ故郷は印旛沼で、そこで佐吉さんのお父っつぁんは漁師をしていなさるそうで、とにかくこの子と三人でそこを頼っていこう、そう言ってくれたもんだから。山を手がかけられても仕方がねえな。いっそお品も叩きて生首ぶら下げて帰った方が親分に言い訳が立つんじゃねえか。お品お品と呼び捨てにするな。三日目までは姉さんと呼んでた人なんだ。銀太、おめえあの女のことになると妙に絡んでくるな。え？目の色が変わってるぜ。おめえあのお品、いやお品さんにほの字だったんじゃないのかい？え？何しやがんだこの野郎。気をつけて物言えよ。姉さん親分のところに連れ帰ったらどうなる。こいつは一悶着だぜ。逃げた女を取り戻してみたところで一旦潰れた顔が元に戻るわけじゃあるめ。バラしてあげるのは親分への注意だぜ。馬鹿言うな。とんでもない話だぜ。お品さんをバラしたら命がいくらあっても足らしねえぜ。親分が死ぬほどお品さんに参ってるんだ。だから見ろよ、佐吉は叩き切れ、お品は絶対切るなと申し渡されてるじゃねえか。どうしたい。なんで中さん、中死んだら、あ、運のねえやつだ。あの野郎仕込み使いやがったな。座頭市かもしれねえな。座頭市、あの座中蔵、てめえの弔いはきっと出してやるぜ。あんまを連れた神さんじゃねえだよ。神さんを連れたあんまだろ。どっちだっていいじゃないか。んなだガキも食いついてたよ。今朝早く出て行ったよ。どっち行った。そんなこと知るもんけ。なんだおめえたち、あんまのしんどいけ。銀の字どうする。どうするんだよ。印旛沼だ。印旛沼、佐吉兄の生まれ故郷だ。どうしてそうだと分かるんだよ。神田、こんにちは。誰かいませんか。誰もいないみたいだよ。
空き家です。ちょっとお邪魔しましょうかね。こりゃすげえ。何にもねえよ。お百姓さんのうちの家です。近頃はこういう家が増えちまったな。年貢を納められねえでみんな夜逃げをしちまうから、あ、ちょっとお邪魔させてもらいましょう。いや、ここへ泊めてもらうか。うん、あと印旛のままで一ヶ月かかんの？2日ぐらいだと思うけど。なんで2日か、もっとかかりゃな。ね、付き合っちゃいられないよ。悪女なこと言うなよ。悔しいだろうな。え、あいつは女に惚れてんだからよ。てめえはしつこいんだよ。いい加減にしろ。うるせえな。もういいじゃねえか。お品さんに惚れてたのは銀の字だけじゃねえんだ。みんな惚れてたんだ。おめえもそうだろ。おいらだってそうだ。笑わせんなバカ。どの面下げて言ってんだってめえは。何よこの野郎。なんだこの野郎。なんだよこの野郎。金六、言いたいだけ言わしやれ。なんだよその面。本当のことじゃねえか。おめえ作詞兄によ、お品さん取られて悔しいだろ。あ？少しばかりの酒で口はべってことやる。酒が言わしたなんて言わせねえぞ。おお、酒が言わしたんじゃねえよ。この口が言わしたんだよ。バカバカじゃ。だけどよ、おめえはいいよな。おめえはおめえは自分のためにお品を追っかけてるんじゃねえんだ。てめえのために追っかけてるんだよ。俺はバカバカしくてやってらんねえやって。てめえ、俺がしよう。千の野郎はよくねえやな。いつかこうなるんじゃねえかと思ってたんだよ。おめえは悪くねえぜ。おいらは証人だ。ね。から手紙預かって頼まれがいがねえんだけど、
もう雨が上がったかね。わしは先に立たしてもらいますよ。なまじ足がくっついてるってとこの、なんか下るね血をまた流すような気がしてね。そういうふうに生まれついてるんだよと私が。坊主連れてその印旛沼のおっさんのところへお品さんお願いしますよ。ねえ。そっちゃいけない、そっちゃいけない、そっちゃいけないよ。ちょっともうちょっと前か。あれ、こんな時には役に立つけどね。持病はお前な、そんなことするってとバカなやつは本気にしなすぜ。気を使ってくれることは、はい、印旛沼までお供いたしましょう。ただいま。お、豆腐持ってきたよ。ああ、どうだ、偉かったな。こちら七右衛門さんのお宅でございますか。誰だい。ちょっとお分けくださいまし。
あいつが七右衛門だが。ほら、お初にお目にかかります。ちょっと。ちょっと読んでくださいまし。なんで知らねえ。おじいちゃんのせがれだよ。知らねえ。話を聞いてくださいまし。どんな話か知らねえが聞きたかねえ。私はお品というもんでございます。わけがありまして、佐吉さんと一緒になり、この坊やと三人でこちらに訪ねてくる途中、わしにも確かに佐吉というせがれはいたが、かたぎの暮らしを嫌って博打ばかり打って、お清というなじみの茶屋女と一緒にこの土地を捨てた。お清っていうのはね、おいらのお子ちゃん。その佐吉ってのはいねえじゃねえか。はい、すみません。揉め事が起こりまして、私のためにだろうか。どんな死に方したか知らねえが、わしと佐吉とは7年前親子の縁は切れたんだ。おじいちゃん、ちゃんはいつもおじいちゃんのことを自慢してたんだよ。元は侍で、槍を使えば名人だってね。ろくでもねえやつだ。おじいちゃんはね、本当はさんちゃんのことを抱きたいのよ。だけど私やいちさんがいるから、さんちゃんのことを抱きたくても抱けないのよ。ねえ、一人で行ってみたら。やだ。おず、お姉ちゃん見に通るだよ。ええ、一人でおじいちゃんとこ行って、かわいがってもらえ。そしたらお姉ちゃんも一緒に住んでくれるよ。
三吉か。佐吉に似てやがったな。お前か。年寄りが昼間から酒を飲むと酔い合いの長期になるぜ。一人じゃ寂しいだろう。まあな。おいら寂しかったらここへ来てやってもいいぜ。三吉、まあ上がれよ。綺麗なお米だからってちゃんが。死に際はどうだった？一人はあっという間に食って、二人は腕を切って、それで後の三人は逃げてしまったんだ。壮烈な討ち死にだったんだな。うん、壮烈な討ち死にだった。許して銀太さん。お品さん、お前さんを追っかけてきた追手は5人だったが、今じゃおいら一人だ。一人きりになったもん。どうして追っかけてきたか、お前さんにはわかるかよ、お品さん。俺はお前さんの本心が聞きたくてここまで追っかけてきたんだ。1年目だ。お前さんのお供して稲葉神社へお参りの帰り道、俺は思い余ってお前さんの手を握った。そしたらお前さん、黙っておいらの手を握り返してくれたな。あれから私は待ってたんだよ。でもお前さんはありっきり何も言ってくれなかった。私はてっきり嫌われたと思ったのさ。お前さんは親分の持ち物だ。おいら喉に棒を押し込む思いでじっと我慢してたんだ。そしたら佐吉兄と駆け落ちだ。男をこしらえて逃げることが私の復讐なのさ。私は無理やり奪われたんだ。あいつは私の敵なんだよ。何するんだ。恨みのかけらもねえ佐吉兄を俺は当世の掟で切った。おめえも同じ土石切る。おめえの生首を引っ下げて親分に見せりゃ九万鉢の助けどんな面をしやがるか。
さんが連れて逃げてくれりゃこんなことにはならなかったんだよ。それは本心かい？ああそいつはどうかな。てめえ当世の掟で佐吉さんを切ったとかなんとか言ってるけども、ずいぶん綺麗な口きくね。てめえ！近づきやがると、この女の命じゃねえぞ。サトシ、覚えてろ。よっしゃ、きっと迎えに行くぞ。待ってろよ。金六、おお銀太、ご苦労だったな。おしなどうしたんだ？それは捕まえるには捕まえたんですが、途中で変な野郎が出てきやがって。どこ行ったんだ？見ず知らずのお前さんにこんなにお世話になってしまって、なんとお礼を言っていいか。もう長い間一人で住んでると、もう我ながら呆れるほど頑固になってしまって。お品さんてら、お前さんももしよかったら三吉と一緒に住んじゃくれめえか。まずいことになってきたな。おしな、はよ出てきやがれ。出てきやがらねえとガキもじじいもみんな焼け死ぬことになるぞ。の人も坊やも何の罪もないじゃないか。元はといえば私から出たことです。私親分のとこに戻りますから、どうでも好きなようにしてくださいな。ほうほう、おしな、おめえ頭がいいぜ。だから鼻からそう出りゃいいんだ。おなごは素直じゃなくちゃいけねえよ。金太さん、よく迎えに来てくれたわね。おいおひな、おめえこんな野郎に声かけたってしょうがねえぞ。この男はじきに死ぬんだ。ナマスのようにズタズタにされてんだ。おいら、おいら死ね。
おしな、帰るぜ。さあ、姉さん、帰りましょう。おっ、しょう、じゃあの敵だ。てめえあんたに、お姉ちゃん渡せるかい。さっちゃん、うん、せがれ佐吉を殺してるお前か。成敗してくれ。おしなだ、坊やに今からそんなもの振り回さしちゃいけねえな。うちへ連れてきな。この野郎、うまんばちの助けてえな、お前さん。随分人をさすらしいね。何よ、しゃらくせえごたく並びやがって。たかが目なしの渡り鳥。おい、やろうとも一目かけてやれ。やっさい。静かになったね。終わったらしい。
訪ねてくださいまし。命の恩人の位置に宛てた手紙には確かにそう書かれていた。だが巡り合った女は無慈悲なあしらいで位置を迎えた。折から3年前島送りになった男が凶悪な力を蓄えて宿場に帰ってくる。雨上がりの宿場に殺気がみなぎった。次回新座当一雨上がりにご期待ください。